上半身裸でチェーンソーを見せつけるようなポーズを取る人物。配送センターの敷地内に侵入したとみられる男の動画の一場面です。先月の上旬、三重県伊賀市にあるヤマト運輸のあちらの営業所にチェーンソーを持った男の姿がありました。警察によりますと、先月、伊賀市にあるヤマト運輸伊賀あやまセンターに配達員が出勤したところ、男が待ち伏せをしていました。男が手に持っていたのはチェーンソー。配達員に自分の荷物を出すよう要求したというのです。配達員が男が不在だったため荷物を持ち帰ったことに腹を立てたとみられていて、ヤマト運輸は警察に被害届を出しました。警察は脅迫や威力業務妨害などの疑いで捜査を進めています。